だ。そう。だけど、お、どうしようかなって。ナゴミンが顔出し NG だからさ。間違って顔出ししたらちょっと事件じゃん。これちょっと怖いんだよね。ここら辺悩みどころだね。よきZ43、よきズ4ガチャ、よきズ4グヘヘ、ゴミ組卵。ね。リパシさん、最悪なゴミンとさんだけでも外配信で。ん？最悪ナゴミン、ナゴミンさんとだけでも外配信。そう、そうなんだよね。だけど、さあ、ナゴミンとさ、外配信するとしてもさ、どっか散歩するだけってのもなんか寂しいじゃん。それで謎解きっていう話になってたんだよね。まあ、謎解きって言いつつ別に話題が盛り上がるんだったら別に謎解きしなくてもいいけどさ。ナゴミンとどっか居酒屋入って飲むのもありかもしんないけど、それだったらさ、二人よりは誰かいた方がいいからさ。だからね、外配信ちょっと難しいなと思ってんだよね。まあ、何も考えずに外配信してもいいと思うけどね。散歩がてら。うん。歩くだけ？よきさん、謎解きって時間制限なかった？ないない。あの、日の制限はあるけどね。あ、みなみさん、謎解きは本当に足が死にますが楽しんでほしい。リスナーさんが答え言いそうだけどね。まあまあ、そこら辺はな。だけどさ、リパシさん、ハチ公前で誰か待ってるふり配信しようさ。あのさ、ソフト配信さ、ぶっちゃけさ、男2人よりもさ、せめてさ、なんだろう、男女とか、なんか、両方いた方がいいよね。ぶっちゃけね。わかるでしょ？だけど、ちょっと、これ1個のやつだよね。むずい。どうしよう。あー、行き過ぎた。よきさん、解けなかったら、謎は謎だからいいってカッコつけて言ってください。そんなこと言う？みなみさん、男女で頭脳の感じも違いますからね。ね。てか、男女の方がね、話題はあると思うんだよね。男同士よりも。リパシさん、長見の人生が謎解きだからな。俺の、あ、くそ。なんか楽しい感じではやりたいよね。シリーズ化が見えるような感じの、面白そうな感じのやつ。ちょっとこれハマったな、プルにハマったな。あ、落ちた。ほんのちょっとでさ、ほんのちょっとでちょっとだけ進むからマジ危ないよね。あ、やばいやばい、あ、やばいやばいやばい。おしっぱでジャンプすると結構ジャンプするんだよね。あれ、縁に当たったらもうおしまいなんだよね。復帰の目処が立たない。リパシさん、本当よな。そう、粘ったよ。やべ、あ、ちょ、そう、あの縁に、縁っていうか側面についた時のさ、復帰の仕方が全然わかんない。よきさん、私は長見さんがソロキャンプしてた厳しながら雑談でもいいのでは？って提案してるんですけどね。俺の唾液はちょうど米粒20個分。やだよ、外配信一人。なんか、あの地元の沖縄とかだったらわかるよ。とか海外とかさ。さすがにそこに誰かがいてくれるってわけないからさ。リパシさん、ソロキャンプええやん。キャンプとか、俺インドアだからね。よきさん、じゃあソロキャンプ経験者連れて行きましょ。リパシさん、黄金伝説の無人島のやつみたいになるかもしれない。ならないでしょ。俺めちゃめちゃインドアだからね。自分で言うのもあれだけど。あんま、みなみさん、ひねりをやってほしい。リパシさん、ヒロシとバイキング西村どっち連れてく？何、ヒロシとバイキング？ヒロシですって、あのヒロシかな。バイキングの人知らないからヒロシかな。選べるんだったら。
パシさん、そそ。しつけ。リパシさん、キャンプ芸人。ダメだ。弱すぎるとああなるしさ、強すぎるとすぐ縁越えるしさ、マジむずい。お。やばい。マジむずい。お、お、なかった。これさ、マジでよくやるよね。だけどあのステージ2よりはマシだわ、確実に。ナイトボットさんが何かを言っています。ステージ2よりは確実にマシ。大丈夫かな。オッケー。あぶね。おしよしよし。ここ1段ね。記憶から消されたステージ2点点点。エクストラステージは消えたよ、確実に。あんな感覚ですかね。これちょっと缶の距離詰まってない？危ねマジでよ、マジでよ。これいけるの？ちょっと角度怪しくない？これ。うわリパシさん。悔しいか？全然よ。全然でございますよ、こんなぐらい。余裕ですよ。マジこれやってほしい、みんな。どんだけ難しいかマジ味わってほしい。マジでさ、うますぎて引くんだけど。リパシさん、見てるだけで味わってるから、クスナガミ病気。味わえてるか。途中の感覚でわかるんだよね、短い長いとか。今のは惜しかった。今のは正直惜しかった。やっぱさ、ステージ3をクリアしたいよね。ここまで来たら。リパシさん、そしたらステージ4だっけ？ヨキさん、サーナガミ選手同じことの繰り返し、地獄から抜け出せるでしょうか？ほんとだな。ステージ4はいかんわ。もうここクリアしたらマジで終わるわ。マジで終わるわ。無理よ、もうこれ以上は。正直。嘘でしょ？いや、無理だって、絶対。いや、ここクリアできるかも怪しいよ、マジで。これよ。最初のジャンプすら安定しないんだよ。
リパシさん、安定した波のない人生なんて面白くないんだよ、ボワイニー。まあな、それはわかる。だけど安定欲しいじゃん、人生。しゃい、今のリカバリーうまい。消えろこの餅、マジで。あれだよ、この餅ここに置いたやつ。持って向こうまで持ってきゃいいだろ、本当に。なんで餅が移動しなきゃなんねんだよ。リパシさん、ドル、わら。ほんとな？あれ？リカバリーができねえ、マジで。だけジャンプ、これ難しいんだよな、もう割と。あ、ほら行き過ぎちゃった。一本だけジャンプが逆に難しい。もう感覚忘れたわ。ここで一本だけジャンプしてるつもりなんだけどね、練習を。割と際どいよ。割と際どい。ここ一本だけジャンプね。あとは同じことの繰り返しを。耐えろ耐えろ耐えろ、わし。耐えろ、マジで。マジで耐えろ。リパシさん、同じことを繰り返せないのがこのゲームか、クスナガミ病気。ほんとね、割と難しいと思う。方向キーの押し続ける時間がさ、マジでね、天才すぎる。ちょっとで変わる、結構、飛距離とかも。待って、頼む。マジでちょっとで変わると思う。今微妙に足りなかった。割と一本だけね。マジでよ、ええ加減にしろよ、この難易度。これなんか距離感おかしい。OK、よし、ここな、ここ割とクセモンよ。シロンさん、俺に火がついたわ、ゆるさんからな。ゆるさんよ、マジで。うわ、しびれるな、しびれるな。これ汚くない？お箸、これ、お箸。ふわ、リパシさん、ルマオ、ルマオ。ミナミさん、わらわら。うるせえな。シロンさん、ルマオ、ルマオ。ヨキさん、わらわら。ピゴマルさん、ドル。リパシさん、俺は折れる、わらわら。シロンさん、パカーンドル。ミナミさん、ミナミさん、わらわら。マロンさん、許せない。わらわら。今の許せない。わらわら。ピゴマルさん、つらい、わら。今のだけは許せない。わらわら。
はじけんラムネさん、お疲れ。ラムネさん、ラムネさん、ぶひ許せない、今のガチで許せないんだけど。許せない。南さん、驚きの瞬間だった、わら。マジでマジで許せない。あんなに頑張ったのに。そうやろ、乗れ。また向こうまで行くの？また向こうまで行って橋が割れる前提で俺ジャンプすんの？あれ斜めだから多分滑り落ちるんだよね。小さいジャンプを細かくやらないといけないでしょ。ゆずちゃん、ウェイ、こんばんは。なんだ、おこスタンプ、どうした？ゆず三角さん、くすながみ病気。病気ありがとうね。悔しいな。ありがとうございます。イエーイ。あ、きつい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 、しびれるな。よきさん、URL でしびれるな。ありがとう、ありがとう。クリップ見てみるか。あれだよな、あれの部分だよね、きっとあれの部分だよね。こっちか、これか。ありがとうね。ほな、しびれるなって書いてるな、もう。ちょ、まじめちょ。リパシさん、うん、同じとこクリップしてた、くすながみ病気。しびれるな。した。しびれるな。これ汚くない？お箸これ。お箸？リパシさん、ルマオ、ルマオ、ワラワラ。ヨキさん、ワラワラ。ピゴマルさん、ドル。リパシさん、ヘロンさん、うなだれる感じがすごくいい、ワラ。やばいよこれ。いや、切れるでしょこれ。しびれるな。しびれるな。これ汚くない？お箸これ。お箸？ふっ、くっ、くっ。切れるだろ、あれは。あれは切れるだろ、誰でも。わらわら。あれは切れるでしょ。あれは。無理やろ。どう考えても。はじけるラムネさん、静かに。わら。静かにな。静かに切れたよな。あれは切れるやろ。よきさん、バッカーンって見て笑った。あれやばすぎるぞ、マジで。マジでやばすぎるぞ、あれ。リパシさん、ダイパンもよき。ダイパン、ダイパンするって、あれは。やばいよな。これ、パピコとひよこさんが持ってるからね。ちょっと誰かパピコにやらせてよ。めちゃめちゃ楽しいっつって。俺が言うと絶対嘘って思われるからさ。あ、はじけるラムネさん、うん、でもあれどうやるんだろう、橋のとこ。え、もう割れること前提で飛ぶしかないんじゃない？だいたいこの辺りかなみたいな。場所分かっても感覚が難しいんだよね。よきさん、パピネーに送ったのは私。ナイス。あいつ俺に対してゲームから逃げるなってこの間言ってたからさ。パピコがやらないって言ったらさ、ゲームから逃げるなってコメントしてみたら、あ、多分ブチ切れると思うけど。よし、よし、オッケー。うん、これな、このプルにはまってさ、こう動けなくなるの結構辛い。こっからでもこれでジャンプできんのかな、やってみるか。あ、できるもんだな、意外と。
この感覚やばいやばい、これ縁に過ぎじゃない？内側入れねえから一旦下に戻ろう。天才か。ああ、あそこの橋行くまでが地獄よ。すごいツルツルしてる。トゥルントゥルン。あ、あ、これ一個だけね。よきさん、餅のような粘着力出してよ。ほんとそれ。え、なんか引っかかった。動く。危なかった今。あ、行き過ぎなの今分かってたわ。感覚あったわ、行き過ぎか。あの空き缶といいさ。ラメールさん、ガーナミさん、ウェイ。ラメールさん、こんばんは、ウェイ。危なくない。よし、危ない、行き過ぎた。結構神経使うよ。喋りながらやってるけど結構神経使うよ。コメントしていいよ別に。普通に雑談しながらでいいよ。なんか話題があるんであれば。俺ないけどね。俺配信のしすぎでちょっと話題ないから。配信回数は少ないけどね、配信時間は俺結構長いからさ。ちょっとこの、あ、あ、これ1個だけか。危ない。絶対絶対1個飛ばしが楽。これ1個1個やってらんねえもん、マジで。マジで変だよ。これ一個一個やってみるか、試しに。あ、な？橋のせいよな、おかしいもん、ほんとに。頑張りすぎた今。あれ割れるのおかしくない？リパシさん、誰しもがクリアだと思ってた、わら。あの橋さ、乗ってさ、こうツルツル滑ってこうピョンピョンしていって、それを失敗して落ちるんだったらわかるよ。うん、なんの、いや、モーゼじゃねえかよ、あんなの。誰が10回やりたいって言ったよ、あれ。あれモーゼじゃんね、ほんとに。意味がわかんない。あ、なに、え、なんで落ちたの今。
縁、このさ缶のさ縁がさフェンスみたいな役割しててさ落ちないのね。そこを利用してジャンプしてんだけどさ、マジあれ地獄すぎる。落ちた。ダメだ、もう感覚がずれてる。俺の感覚が意味わかんない。リパシさん、私夕飯食べてくるからちゃんとやっててくれよ。クスナガミ病気やだよ。終わってるからね。感覚がわかんなくなってきてる。乗れ。厳しいな。慎重にだ。厳しい。マジでこの餅さ、ちょっといい加減にしてほしいな。ここの初期のテーブルはさ、誰掃除してる人、テーブルぐらい綺麗にしてほしいんだよな。まな板しか清潔なところないっておかしくない？でこの床に落ちてる空き缶の方が綺麗なんでしょ、あそこに乗れるってことは。それおかしいな。ここちょっと衛生面ちょっとおかしいな。あれ？これぐらいで。あ、ちょっと。あぶね。久々の大ジャンだったわ。こいつの声真似だけ上手くなってるわ。俺もなんかちょっと左目がなんか涙が出てきたんだけど、ちょっと集中してるからちょっと涙が出てるんだが左目。勝手にこいつの鳴き声まで待って。うわ。意味が分かんない。俺何をしてるの今。餅を操作してさ、なんでビールの一缶上を渡らなきゃいけないんだ。そこよな、まず、まあ、そこ考えたらゲームするなって話だけど、こんなこと言ったらゲームするなだよな、本当に。これゾウモトさんにさせようぜ。落ちももとか言ってるから餅つながりあるでしょ絶対。あれ、あ、よし、俺ゾウモトさんがゲームするとこ見たいんだよな。自分でゲーム下手って言ってるからね。絶対的なゲーム下手って言ってるからね。ジロッシュさん、ね、最新のイライラボー。最新のイライラボー。ケサさん。ピゴマルさん、別の雪型試します。クスナガミパンダ。ああ、ありかな。どうしよう。感覚がね、多分全然違うと思うから、できないと思うんだけど、あ、こっから見れるんじゃない様子。そう、このさ、あ、ここに今、
あのパイプ、パイプ椅子っていうか、まあパイプ椅子だけどあるじゃん、あれをこれこのバウンドモードで1,2,3って飛んで一回、ちょっと待って、シフトキー有効になりますって、やめとけ、一回このモードに戻してまたバウンドしてあれに乗らないといけないと思うんだよね。でその後にわらわら、その後にここにビール缶あるじゃん、奥の方に、あれのこうビール缶があるとするじゃん、あ、まあ、こうあるとしたらここにへばりついて、でちょっとこうなるじゃん、そしたらジャンプしてここにへばりついて、でこうやってどんどん転がしてって、多分ね向こう側までリレーでやるんだよ。であっちの奥側のやつも同じように転がしてって、あのビール缶に乗るんだと思うよ。やばくない？やばいでしょ絶対そんな感じよ。できる気せんでしょ。多分ね、あそこハードモードだと思う。で、ここがイージーモードだと思う。多分ね。そう。一度バウンドモードで試してみる。バウンドモードでいけるかな。あら。ね。ピゴマルさん、本当にやってみる価値あり。お前に。やってみるじゃん。いいよ別に、まあ、気分転換に行ってみるか。お、何今のチンって、チンって何今の、え、あそこもしかしてなんかできる、え、今なんか可能性があったよね。ピゴマルさん、これは今可能性あったよね。あ、あそこでへばりつくんだ多分。いや、むずいな。え、なんで向こうに行かなくなった。え、何このクソゲー、ちょっと分かる、何今のジャンプ何、えちょっと意味が分かんない、ちょっと待って、おお、ここで、あ、やべ、ピゴマルさんいけそう、え、力加減が絶妙に難しいよマジで。うわー、いけるか、俺無理だと思うぞ。そう、あそこに、ここに、あそこのあの机多分綺麗だと思うんだよ。あそこにへばりついてジャンプして、俺そこに乗るんじゃないかなと思う。だけどどっちみちその先が無理よ。ちょっと、何今の、よっ、おっ、おっ、ここ、あっ、なんだよ切られすぎって、よし、おっ、ここ、あっ、あー今のむずい、シフトしてチェンジがむずい、よっ、お、今、あっ、ちょ、え、なんでそこに飛ぶ、これ向こうに飛ぶのもありか、一気に、いけるか、あ、床の落ちた、包丁で切られてんのかな、難しすぎ、今、え、そんな仕様あるの、
これ大々的にジャンプしてなんかあるな。多分この餅にも乗れるんだよね。壁はダメだよな。多分ここ乗れるんだよね。いけた。可能性が。跳ね返りの計算が難しい。計算っていうか操作。今チンじゃねえよ。触れてないじゃん今。俺みたいなさ、こんなさ、B、もうパッと持っちゃったもん。パッと出てきないのに。俺みたいなさ、こんな B 級がさ、ちょっとステージさんしんどいな。しんどいだ。いや気分転換したしできるよね。もうちょっと俺も行くぞお前。よっ、やりたくねえなこのステージマジで。マジでこのステージやりたくねえな。みなみさんわらわら。マジでさ、あの人なんでそんな、え、なになに、何操作。俺ここ全然安定しないけど、体に力が入る。もう最初の始まりがおかしいもん。2回撃たれたわ。ここから向こうになんか行く方法ないかな。これさ、あれさ、跳ね返るんだよほら。あ、跳ね返るじゃない、あっち向こう行くんだよ。やばくない？触れることができないの、あいつ。むずいな。あいつやばいな。えぐ、わら。くそ。絶対越えれない壁なんだけどな。俺にとっては越えれない壁。絶対無理。ああ絶対超えれない。くそ。みなみさん、ジャンプする位置が重要とか。え、ことか。目の前でさ、なるべくジャンプしてたんだけどさ、ここの。おお、ギリギリ。ここよ、ここ行けるんだよね。南さん、おお。ここ一気に行けるんだよね。タイミング大切よ。ピゴマルさん、行ける位置。行ける位置ここだよね。よっ。おっち、むずい。むずいむずいむずい。待って、むずかったけど行けた。届いたよね。メールさん、チン、クスナダメ容器。だけど届いたでしょ。あ、えた。届いたよね。惜しい。惜しいよね。あ、もうちょっとこっからかな。南さん、慣れてきた。よっ。あ、もうちょっと。慣れてきた？慣れてきたよな。いい加減な。危ねえ、危ねえ。慣れてきたな、あっち。だから打てよ、好きなだけ。負けねえぞ俺。ああ、コツ分かった。あっち、だんだん弾けるラムネさん、課金。課金よな。これスピードつけた方がいいのかな。よっ。おっ、ああ、触れちゃった。
ブンブンブン、蜂だブン。俺の大好きはちょうど米粒20個分。なんだよ。行くぞ俺は。あー、分かってきた分かってきた。最初真横に飛ぶんだ。こ、ダメだ。もちもっちもっち、はい、もちジャンプ。今なんか引っかかったもんね。心が折れる。はい、もちジャンプで、ここでブレーキが難しい。ブレーキ、あとはブレーキの問題。ブレーキの問題。よっ、ほっ、ちょ、ふざっ。あいつさ、あれペットボトルのせいでしょ今の。待って、危ない。弾けるラムネさん、わらわら。あれな、ふっ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 、あ、ダメだ。途中であれやるとダメだね。し、だいぶいけるようになった。あ、ダメだ。やっぱりあれずっと前を押しとかないとダメだわ。あ、だいぶ上手くなったぞ。ここはここはだいぶ上手くなった。今ブレーキ。じゃあドクドクしてる。え、ここ、ここどうやって越えんの。あー、あそこ飛ぶ位置だったわ、重要なの。みなめちゃん言ってた通りだった。よっ、今、うふう。ここまっすぐそのまま行くと危ないんだよね。こう、見えない見えない。一旦俺は慎重に行こう。慎重にな。クソゲーがよ。あのハサミ、ほぼほぼ一発よ。なに、ほっ、危ねえ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 。こっからだよな。みなみさん、いいよいいよ、松本いいよ、松本いいよ。乗れるじゃん。これうまく乗ればいいだけじゃない。あ、やばいやばい。あ、こうやって、あ、真上から見るとあれなのか。乗ればいいんだよね。あぶれ、セーフ。ひっさびさに撃たれたような気がしたわ、今。あれ、ダメだ、撃たれ癖がついてる。はじけるラムネさん、ブンブンブン、ハチだブン。俺の大好きはちょうど米粒20個分。マジブンブンブンよ。よっ、あ
むず。あそこ勢いがつきすぎてんだよね。むず。マジむず。弾けるラムネさん、集中力が、わら。集中力な、本当に。滑りながらな。よっ。で、ここジャンプで過ぎて、ここもちょろいから、届くだろ、いつもは。マジでよ。落ちちゃった。あ、ちょっと、あ、ちょっと、今の角度調整良かったかもしれん。はいはい、はいはい。ちゃんと外側な。くそ。くそ。南さん、飛び始める位置を気にしてみてください。ね。大丈夫よ。いけてるよ。よっ。今。あんまり近すぎてもダメなんじゃないかって思ってるけど、微妙だよね。あ、ばばばばばばば、今何も考えずジャンプしてた。オッケー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 。これな、意外と滑るんよな、ここ。勢いつけすぎると。お、待って、あのまま向こうにジャンプしてもありかな。下手に止まろうとするのがいけないのかな。あのまま、あれあれ、してくるよ。ラメールさん、ありあり。ありあり。南さん、やってみましょ。やってみるのありかな。向こうに着いたら、一応向こうに着地はほぼほぼできてるから。ジャンプ。え、ジャンプ。勢いつきすぎじゃない？今乗ってる。南さん、わらわら。一旦向こうで止まることができればもう。しー、むずい。これが、うちょっと待って、何してんのあいつ。やっぱあいつ危険だね、あのペットボトル。あのペットボトルマジ危ない。あのペットボトルマジ危ない。本当にあのペットボトル危ない。数打ちは成功するから。お、入った。マジあのペットボトル許せない。ダメだ。勢いがつけすぎて、一旦殺さないとダメだね、勢い。あそこに飛び移るにしても。どうやって勢い殺したの、そこで。今。あ、ダメだ。途中で勢い殺すとさ、距離が足りなくなる。また絶妙なバランスなんだよね。ここね。よっ。今。オッケー。ここで、馬じゃん。そこかよ。よっ。
ここな。ここまで来たら簡単だと思って油断しすぎた前回は。よっ、オッケー。え、今ダメだ。やっぱ途中で減速しないとダメだね。途中で減速しないと絶対ダメ。もったいない。そう、危ない危ない危ない。え、ここでこれジャンプ OK。 ちょ邪魔、OK、え、こんな、おっしゃい。ダメ、1回で死ぬのダメ。オッケーオッケーオッケー。みなみさん、もっと卵みたいな音楽だったらリラックスできるのに。ご愛に卵あぶねー。だけどこれ音消しちゃうとさ、あのうわーって音も消えるんだよね。ここよね、難しいの。あ、これわかった。こう言ってこうか。ダメだ。やっぱ減速しないとダメなのかな。最初がやばいよね。最初の頃にバットの恐ろしさ教えてんだよね。あの転がるバットは俺の恐ろしさ教えてやるってことだよね。あれ、ここの減速の仕方が分かんない。今だね、南さん、わらわら、このバットは怖いぞっていうのを教えてんだよね、多分。最初がもう操作がフリッキーすぎんだよな。くそくそ初動ミスると一気に終わるから。弾けるラムネさん、3連続派。あ、うわうわ、あの最後のさ、ところが意味わかんない、あっち。だけどこのショートカットいいよね。あれ見てよかったわ。よっ、この壁にくっついても一気にゲームオーバーだからね。ゴールあれだよね、あの七輪。あの七輪の上に乗れば終わりだと思う。あ、むずい。待て待て、うう、心だったらもう折れそうだぜ。ここの止まり方な。今。よっ。え。今絶対撃たれると思った。しゃビタ止まり。ここな。
滑りすぎないんよ。これ押すのやめたらどうなる？ほらやっぱ落ちるよな。ブレーキしないと落ちるんだよな。あのまま滑ってシュバーって。ちょっと。そうブレーキしないとね。よっ。お。あ。バチ止まり方難しい。横押してると後ろ押さないとダメだね。よし、ダメ、ちょっとかすった。よしよし、いいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。よし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 。よっ。何その隙間。壁とトレイの間に隙間あるの。これだからやめらんない。しびれるな、しびれるな。あぶれ、あちょっとしびれるな。はじけるラムネさん、見えない隙間、わら。ほんとよ、あんな隙間あるの。多分そんな気にしなくてもいい隙間だと思うけど。今、ちょっとコツ覚えてきた。ここ、このまま転がるとあれいつにぶつかるんだよね。何気に怖いんだよな、横のテーブルとかに触れそうで。よっ。これやりたいっていう人いないかな。南さん、いいよいいよ、松本いいよいいよいいよ、松本いいよ。よっと、よっ、オッケー、シャイ。ここよ、こっからよ。このさ、横の移動が難しいんだよね。ミーナミ373さん、ナイス。こっから、こっから見ながらやってみる。この角度無理かな、無理あるかな。二度とやらん、二度とやらん、マジで。あの角度無理だった。南さん、わらわら。二度とやらんわ、マジで。あんな。体がこわばるんだよな。お、あ、マジミスったから。あ、危ねえ、ギリギリ。ドンピシャで止まったから。よっ。南さん、上手くなってる。上手くなっては来てはいるよね。それは
それは多少自覚が持てるようになった。まあここは撃たれるけどね。だけど撃たれる回数は減ってきてるよね。餅がね滑るの、へばりつくの逆、餅が滑るのよ、ツルツル滑るのよ、こんなグネグネした状態なのに。南さん餅なのにね。ほんとよ、氷の上よこれよ。今おっしゃギリギリ。ここも何気に怖いんだよな。お、あぶれ、ちょっ、じゃあナイスね。あそこうまくね、だんだんでき